響けわらびフィルハーモニックウィンズ。皆さんこんにちは、わらびフィルハーモニックウィンズのクラリネットパートの浅香です。わらびフィルハーモニックウィンズはわらび市で活動している市民吹奏楽団です。この番組では私たちわらびフィルの活動情報や演奏の映像などを交えながらわらびフィルのあれこれを楽しくお届けします。先月からスタートした番組はわらびケーブルの YouTube チャンネルにも公開していますので、ぜひそちらもご覧になってみてください。それでは番組を始めましょう。まずはこちらのコーナーから。このコーナーではわらびフィルの最近の活動情報をお届けします。昨年12月10日に蕨市南町の交流プラザさくらで行われたクリスマスコンサートの模様をお届けします。蕨フィルは年に一度開催している定期演奏会のほか、こうした地域のイベントにも参加して演奏を楽しんでいただいており、交流プラザさくらでのコンサートは毎年参加しています。当日はクリスマスにちなんだ楽曲を中心に演奏しました。その模様をご覧ください。
クラリネットパートのメンバー紹介でしたが、第2回目の今回はホルンのパートのメンバー紹介になります。よろしくお願いします。はい、まずパートリーダーの方にちょっとお話を聞きたいと思います。よろしくお願いします。はい、まずホルンという楽器なんですけれども、吹奏楽で演奏する場合にどんな役割になりますか？ホルンは、中低音域を担当しています。で、吹奏楽の中ではあんまり目立たない音ではあるんですけども、金管と木管との中間ぐらいの音が音色の、楽器ですので、こうつなぎのような役割をしています。で、あと曲の中での役割だと、だいたい4つのパートに分かれてこう和音を作ってメロディーの後ろを支えたりとか、あとはマーチとか、ワルツとかの後打ちをこうずっとやるということを、やっています。そんな、ホルンを吹いています、ホルンパートの、魅力や特徴などは、どんなものがありますか？特徴としましてはやっぱり、こう曲の中で後打ちを休みなく延々とやらされたりする場面が多いので、こう与えられた役割をこうコツコツと真面目にこなす、粘り強さが特徴かなと思います。で、あとはそうですね、楽器の音色もちょっとこう馴染みがいいっていうのもあるので、こうあんまりこう在籍期間が長くないのにずっといるみたいとか言われることがあって、こう場の雰囲気にこう馴染みやすい性格ですね。はい、わかりました。はい、さてここからはメンバー一人ずつ、聞いていきたいと思います。次の3つの質問にお答えください。1つ目はワラフィルの、経験歴と、あと楽器の経験歴ですね。で、2つ目は、ワラフィルに入ろうと思ったきっかけは何ですか？はい、3つ目は入団してから印象に残った出来事はありますか？はい、以上3つのことをお答えください。よろしくお願いします。まず楽器歴なんですけども、学生の時に9年ぐらいで、ちょっとブランクが10年ぐらいあって、再開してからやっと10年目ぐらいになりました。で、わらびフィルには9年ぐらい在籍しています。で、わらびフィルに入ろうと思ったきっかけは、ブランク明けで、なんか全然演奏ができない状態で、自分の自分に合った楽団をいろいろ探してる時に、ワラビフィル の定期演奏会を見に来て、ここならできそうかなと、雰囲気もいいし、自分でもやっていけるかなということで、ここに決めました。で、印象に残った出来事は、この前回の定期演奏会の2週間前に足の指の骨を折ってしまいまして、ちょっと歩行が困難になってしまったんですね。で、本番の時にも自分なりにどういうふうに移動しようかとかシミュレーションをしていたんですが、実際本番来てみたら楽屋がステージのすぐ裏にセッティングされていたり、皆さんに本当に移動のことに関しては、いろいろ配慮いただいて、この場を借りてお礼を申し上げたいと思います。ありがとうございました。私は、中1からホルンやってるので、だいたい20年ぐらいそんなにブランクなくやり続けてます。で、ここに入ろうと思ったきっかけなんですけど、学生時代にここの常任指揮者の花坂先生にずっと、教わってたので、その縁でここにたどり着きました。はい、で、ここで印象に残った出来事、そうですね、吹奏楽部って どこも大体地味なんですけど、個性が強い人たちが多い組織だと思うんです。ここもご多分に漏れずキャラ祭りで面白い人がいっぱいいて、年も関係なく、みんな仲良く、しかも一生懸命毎週毎週、休みなのにこんだけ集まるのかって毎週思うんですけどみんな本当に熱心に練習してていいなと思ってます。では最後に、はい、ホルンパートによるワンフレーズ演奏をお願いします。曲は何ですか？
リトルマーメイドのハートオブユアワールドです。ハートオブユアワールド、ホルンパートのメンバー紹介でした。このコーナーではこれまでのわらびフィルの演奏会の映像から私たちが厳選したプログラムをご紹介します。今回は1997年12月に開催されました第7回定期演奏会第2部から、わらびフィルが得意とするジャズナンバーよりベニー・グッドマンメドレーをお届けします。この曲はジャズクラリネット奏者ベニー・グッドマンのメドレーというだけあり、クラリネットパートの活躍が光ります。他にもサックス、トランペット、トロンボーンによるアドリブの掛け合いなど聞きどころが満載の演奏となっています。またステージ配置も趣向を凝らしており、ビッグバンドとウィンドオーケストラをセクション分けすることでよりジャズらしい雰囲気を楽しめるようにもなっています。途中ステージの縁に腰をかけて演奏したメンバーは当時を振り返り、指揮者にそそのかされてついやってしまった、恥ずかしかったけど忘れられない思い出になりましたと語ってくれました。それではベニー・グッドマンメドレーご覧ください。
わらびヒルインフォメーション。ここからはわらびヒルのお知らせを副団長の遠坂と加藤でお送りいたします。はじめに私たちわらびヒルの集大成となるイベント定期演奏会のお知らせです。実行委員長の平さんにご紹介いただきます。わらびヒルクラリネットパートの平です。今回の定期演奏会の実行委員長をしております。来る5月7日日曜日、わらびフィルハーモニックインズ第31回定期演奏会を開催いたします。会場はわらび市民会館コンクレレホールです。今回の演奏会は2部構成となっております。第1部は吹奏楽ステージです。アメリカ、日本、イギリスのそれぞれの人気作曲家が吹奏楽のために作曲した名曲3曲をお送りいたします。吹奏楽にはたくさんの楽器が登場しますが、そのすべての楽器に見せどころのある魅力あるステージとなっております。そして第2部はポップスステージです。普段吹奏楽の演奏を聴く機会が少ない方にも親しみやすい曲を用意しました。テレビドラマ、ディズニー映画、ミュージカル、演歌まで幅広いジャンルの曲を取り揃えております。楽しんでいただけること間違いなしです。皆さん、5月7日はわらびフィルハーモニックインズ定期演奏会、5月7日はわらびフィルで覚えてください。入場無料となっております。たくさんのご来場お待ちしております。ありがとうございました。ぜひ定期演奏会今から予定に組み込んでおいてください。さて、私たちからはわらびフィルのメンバーの募集です。わらびフィルでは一緒に吹奏楽を楽しんでくれるメンバーを募集しております。募集パートはフルートもしくはピッコロ1名、テナーサックス1名、ホルン2名、ユーフォニアム1名、チューバ2名、パーカッション2名、ファゴット1名です。クラリネット、オーボエ、トランペットパートは現在募集を見合わせております。入団資格は楽器演奏の経験のある方、楽器をお持ちの方です。年齢は高校生以上とさせていただいており、高校生、大学生は部活やサークルとの掛け持ちはできません。団費は一般が月額2500円、学生は2200円です。練習は毎週主に土�曜日の午後6時から9時、練習場所は蕨市内の公民館などですが、詳しくは蕨ヒルの公式ホームページをご確認ください。まずは見学からで OK なので、お気軽にホームページにある問い合わせフォームからアクセスしてみてください。以上、蕨ヒルインフォメーションでした。皆さん、今回のリケ蕨ヒルハーモニックインズはいかがでしたか？わらびフィルの情報は団のホームページや SNS でも発信中ですので、ぜひチェックしてみてください。またこの番組のアーカイブはわらびケーブルの YouTube チャンネルでも公開していますので、ぜひそちらもご覧ください。次回の番組更新は2月3日金曜日の予定です。次回もお楽しみに。それでは今回はこの辺で、皆さんさようなら。最後に今回の番組の中でお届けした交流プラザ桜でのクリスマスワクワクコンサートのアンコール演奏、クリスマスソングメドレーをご覧いただきながらお別れです。